八田與一容疑者の新たな指名手配動画を警察が公開。依然、関東からの目撃が最も多くなっています。ああ、いいね、綺麗よね。ああ、うまいね。警察庁指定重要指名手配、この顔を見たら110番と常に表示されたこの男。八田與一、この顔を見たら110番。現在逃走中の八田與一に関する情報は大分県別府警察署まで。八田與一、この顔を見たら110番。事件発生は一昨年、大分県別府市の交差点で軽乗用車がバイク2台に衝突し、大学生2人が死傷しました。警察庁は去年9月、事故現場から逃走している八田與一容疑者を重要指名手配に指定し、行方を追っています。すでに事件発生から2年、重要指名手配指定から1年が経過。先月末までに大分県警には6937件の情報が寄せられていて、関東での目撃情報が最も多く2489件となっています。亡くなった大学生の母親は、重要指名手配になればすぐに捕まるはず、そう期待しながら毎日逮捕の知らせを待っていました。どうか一日でも早い逮捕をお願いします。ああ、うまいね。おいしいね、お酒。やっぱりね、みんなで飲まないとね。重要指名手配されながら2年以上も逃亡を続ける八田容疑者、一体どこにいるのでしょうか。指名手配犯の容疑者というのはもう死に物狂いで逃げてるわけですよね。誰かにかくまってるんじゃないか、もちろん働きながら逃げてるんじゃないか、長いせずに一個一個日本全国をですね、逃げてる可能性もあると思います。過去に佐々木さんが逮捕した半年間逃亡し続けた指名手配犯のケースとして、自分の居場所がバレてしまう、そういったリスクを考えて自転車で埼玉から新潟まで逃げて、でテントを買ってテント生活をしてたんですよね。でそれが6ヶ月間ずっと山の中で生活していたので、私たちのこの捜査網に引っかからなかった。八田容疑者の目撃情報が全国から集まる中で、警察ではどのような対応をしているのでしょうか。もう全国各地、多くの情報の精査と確認ということの繰り返しをしていると思いますね。土地勘のある場所だったりとか、足を運んで張り込み、そういったものも続けていると思いますね。八田與一よ、隠れるな。この動画を見ているなら今すぐ出頭するんだ。